キューバの首相は、キューバ共和国の政府の長である。建国当初、キューバには首相職は存在しなかったが、1940年の新憲法制定とともに、新たな役職として設けられた。大統領職とともに、キューバ革命後も首相職は存続し続けたが、フィデル・カストロの就任により、政府内における役割は大きく変わることとなった。大統領よりも、 を指導する政党であるキューバ共産党第一書記と首相を兼ねたフィデルが国政の実質的な最高指導者となったのである。1976年の憲法制定に伴い、首相の職務は閣僚評議会議長へと移行し、元首である国家評議会議長が兼務するようになった。その後、2 0 0年2月までフィデルが2 0 0年から2018年までは。 フィデルの弟、ラウル・カストロが、元首である国家評議会議長、共産党、第一書記と兼務する形でその職についていた。2019年の憲法改正に伴い、同年10月10日をもって、閣僚評議会議長は廃止され、新たに首相職が設置された。首相への就任には、議会の過半数の賛成を要する。閣僚評議会議長も含めて記載する。 社体の日付は、職務が事実上継続していることを示している。キューバ共和国憲法、キューバ首相に、マレロ氏43年ぶり復活、時事 .com、時事通信社、https コロンスラッシュスラッシュ www.jiji.com スラッシュ jc スラッシュアーティクル、K イコール2兆191億2220万210、 ジーコール y ピー2 0 1 9年12月22日、閲覧。キューバネームズマニュエル・マーロ、クルーズ・プライム・ミニスター。He's the first person to hold that position in 43 years.CNN.com。CNN、https、エディション、cnn.com、2019、12、21、アメリカズ、キューバ・アポインツ・プライム、ミニスター。 インデックス HTML2019 年12月22日閲覧ありがとうございます。